やっほ、前さん。前さん。俺やっちゃったよ、前さん。俺やっちゃったよ、前さん。あの、ま、あ、っていうか、なんで、これ、天井を今映してるかっていうと、俺さ、今日さ、 腰やっちゃったんだよね、前さん。そう。いわゆる、ぎっくり腰ってやつかな。うん。だから、前さんさ、今、天井を見てる、この状態から、俺、簡単に動けないんだよね。寝返りを打って、 横向くなんかも腰痛くてできないんだよね、マヤさん。本当は今日さ、昨日も言ったように、給料日だから、ちょっと夜はお出かけしようかな、なんて思ってたんだけども、 ずっとね、天井を見る羽目になっちゃったんだよ、林さん。辛いよね。昨日は、給料前ということで、全然お金ないっていうことを動画にしたけども、お金がなくて、身動きが取れなかったんだけども、今日は <laughs>、 ただただ腰が痛くて身動きが,身動きが取れない。前悠さん。助けてよ。前悠さん。助けてよ、真悠さん。なんかさっきネットで調べたんだけど、前悠さんってさ。 ぎっくり腰を治せる能力があるらしいじゃん。だから、マエスさん、俺の腰治してよ。俺のこと助けてよ、わっスさ連絡待ってるよ。